顔自体を若くするためには、まあ、どんな表情筋トレーニングでもいいんですけども、真顔をしててもこう若々しい印象になるっていうのがですね、この口角トレーニング、これを取り入れてることによって効果が出てくるんですね。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はですね、若見え3点セットについてお伝えしたいと思います。若見え3点セットというのはですね、3つが顔に揃うと顔がとても若く見えるというポイントなんです。自分の顔がちょっとなんかいつもと違って元気がなく見えたりとか、なんか最近老けて見えるなと思うときは、大概ですね、この3つのポイントどれかが欠けていることが多いんですね。1つ欠けているぐらいだったらまだいいんですけども、それが全部顔にないと本当にこうすごく老け感が出てくるというものなんです。すごく大事なポイントです。今日はそれについてお伝えしたいと思います。ほっぺたの位置分かりますか？まず一つ目のポイントは頬の高さなんですね。頬の一番高いところがどこにあればいいかというと、この鼻の穴ありますね。鼻の穴の位置、そこのところにちょっとこうやって指を置いてみてください。で、そのほっぺたの一番高い位置がこの鼻の穴の位置、小鼻ですね、小鼻の位置よりも上にあるかどうか、ちょっとご自身で鏡を見てニコッと笑った時ですね、笑った時にどこに高い、あの一番高いところがあるか確認してみてくださいね。次はですね、目尻がこう張りがあるかどうかですね。あの以前はですね、目尻が上がっているかっていうのをポイントにしてたんですけれども、目尻って生まれつき上がってたり下がり目の人とか、まあいろいろありますね。垂れ目っぽい方もいますし、ちょっとこうクッと上がったようなタイプの方もいるので、目の横がこうなんていうかな、加齢によりこう下がってないかとかいうところが一つポイントになりますね。自分の中でこれ目の横に張りがあるかしらってちょっと分かりにくかったら、まあ、10代とか20代の頃の写真をちょっと出していただいて、その時よりも目尻が下がってるかどうかをチェックしてほしいんですね。まあ、ある程度、まあ、20代後半ぐらいからちょっと下がってはきますけども、極端に下がってなければこれは大丈夫です。最後3つ目なんですけども、これは口角が上がっているかどうかなんですね。真顔でも口角がちょっと上がってるかどうかが 大切なんですね。まあ、誰でもこうニコッと笑えば口角って上がりやすくなるんですけれども、ちょっと口を閉じてみてください。で、閉じた時のこの唇の端っこ2ミリ、2、3ミリをちょっと確認してみてください。閉じた時のこう線があると思うんですけども、その線が上に向いてるか、それとも下に向いてるか、ここがとっても大事なんですね。で、もともと真顔の時でも口角がちょっとここの端っこでも少しでも上がってると、笑顔にするとすごく華やかな、そして顔がまた上がって見えるんですね。口角がちょっと上がってるだけでも顔が引き上がって見えるんです。逆にですね、顔にそんなにたるみがなくても口角がちょっとでも下がっているとフェイスラインとかが不思議と下がって見えるんですね。はい、今お伝えしました頬の位置ですね、そして目尻に張りがあるかどうか、あと口角が真顔の時、ね、笑顔を作らなくても普通の口を閉じた状態でも上がってるかどうか、この3つがとっても大事です。今若見え3点セットについてお伝えしましたね。そしてご自身でチェックしていただいて、あ、私はちょっとこの中の1つちょっとダメだわとか2つダメだわとか出てきますよね。でも大丈夫ですよ。これからお伝えするトレーニング法をお伝えするとそこが改善していきますので、じっくり取り組んでみてくださいね。焦らずにね、はい、まずはですね、私なんかニコッと笑ってもほっぺたの位置は小鼻よりも下だわとか、小鼻のちょうど真横だわっていうことがあると思います。もしくは頬そのものがペタンとして笑ってもほっぺたの盛り上がりがないっていう方もあるんですね。でもそういう方でもですね、しっかりと頬が綺麗に丸くなって上に上がってきますからね。これからやっていきましょう。今までもね、何度かというか何回も出てます。で、これを初めてこの動画を見る方は初めてと思うんですけども、まずほっぺたを上に上げるためにご自身で試しにちょっとこの口の横の方に指を当ててグーッと上げてみてください。この感覚をまずは確認してみましょうね。黒目に向かって、黒目ありますね、目の黒目の位置、そこに向かってまっすぐ引き上げるようなイメージですね。この感覚わかりますか？はい。で、これを自力で作っていきましょう。手を離すと頬はポトンと落ちますよね、下にね。さっきの位置に戻りますけれども、指の支えがなくてももうこの位置で止まってるぐらいのイメージ、ちょっと横で見るとこう、ね、グッと上げますね。で、指を外してもこう今止まってますね。このような感じをちょっと目指していきましょうね。はい、それにはまずですね、
尾の口をして上の歯茎をぐっと向き出すように真上に持ち上げます。ほっぺと頬っていうのは顔の中で一番脂肪の多い部分ですよね。ここね。でこの脂肪を引き上げるためには筋肉の助けが必要です。顔にはですねこのように筋肉表情筋というものがあります。で特にこのほっぺのところにある筋肉、それを使って引き上げますよ。少し口を尖らせて上の歯茎をむき出すように。ちょっとしんどいですけどもこれをキープします。目安は1分間ぐらいですね。ひたすらこの顔のまま止めますよ。はい、1分過ぎたとしましょうね。そしてですね1分間この顔をしたけれども頬がだるくならない。通常だとですね頬の筋肉をしっかり1分間も使えばこの辺りがだるくなるんです。この横からこのねこの辺がじんわりとこうだるい感じになったりするんですけども、全然その感覚がないとか、もしくはですねだるくなるけれどもこうすることによってこのほうれい線がこう中に食い込むのが怖いと、ね、で実際にはですねこうやってこの顔をしてこの顔をしたところでこのほうれい線が深くなるということは決してないです。逆にほうれい線がもともとある方が薄くなる方多いんですね。なぜかというとほっぺたが下がることによってほうれい線というのは深く刻まれてきますので、その ほっぺたがこう表情筋が鍛えられてこう上がってくるとここがすごくフリーになるんですね。でそれでほうれい線が薄くなる方はいます。ですのでこの子をずっと長いこと繰り返したとしてもほうれい線は深くなることはないんです。ただやっぱりですねそうは言われても不安っていう方もやっぱりいらっしゃるんです。そういう方はですね無理にこれをしなくていいです。でまとめますとですねこれを1分間ご自身で1分測ってやってみて頬がだるくならない方、そしてもしくは頬はだるくなるけどもここの口の横のシワが気になる、ここが食い込むのが嫌っていう方はこれをしなくて別の方法をやりましょう。はい、でその別の方法をこれからお伝えしますね。頬を上げるもう一つの方法はですねなのいうえお、これをひたすら繰り返すんですね。目安は2分間です。普通にねなのいうえおって言っても効果はないんですね。これはもうとにかくご自身で思いっきりの笑顔を作る、わははは、思いっきりの笑顔を作ってなのいうえお、これを2分間繰り返します。するとですねさすがに2分間もやるとやはり頬は痛くなります。で私も今まであのレッスンした中でもですねこの頬上げ、これで1分間この顔をしても頬が痛くならなかった方もなのいうえを2分間だったら 99% ぐらいはですね頬が痛くなるんですね。ですのでねこの形に無理にこだわらなくていいです。1分間やっても頬が痛くならないっていう方はもうそれは やめてなのいうえをこちらの方をやってみましょう。次2番目のポイントいきますね。はい、目尻に張りがあるですね。やはり加齢とともにですね目の周りにある筋肉ですね、その筋肉がこう緩んできます。目の周りにはですね眼輪筋って言って目の周りを取り囲んでる円状の筋肉があります。この若いうちはこの綺麗な丸の形なんですけども、やはりですね普段やっぱり使われにくい筋肉なんですね。ですのでこの横の方がこう下がってくるんですね。で筋肉が下がってくるとどうするかというと、皮膚と筋肉というのは表情筋の場合は密着してますので筋肉が下がった通りに目尻も下がっていきます。このような感じね。で私の顔をちょっと見ていただきたいんですけども、今この状態と少しこう下げるとやはり老け感出ますよね。本当に1ミリ2ミリ目尻がこう下がっても老け感っていうのはどうしても出てくるので、ここはできるだけ張りを持たせたい。はい、するとですねやはりこの目の周りにある筋肉を徹底的に鍛えることが一番です。ここの眼輪筋をですね鍛える方法をですね、これですね普通はですね2つあります。2つで1つは目の下のこの筋肉を鍛える、それはですね軽く舌を噛んで、なぜ舌を噛むかというと顔下半分の力を抜くためです。そしてこの辺はちょっとリラックスさせて下まぶたを引き上げます。眼輪筋のこの下の部分を引き上げる、これも今までたくさん出てきましたけれども、で今日はですね特にこの横顔を鍛えたいんですね。この
目の横の筋肉ね。で、ここのこの筋肉を鍛えたいので、この下まぶた上げよりもウインクをしましょう。はい、これもやはり軽く下を噛んで、この軽く交互にこうウインクするだけです。ウインク、ウインク。はい、でこれで眼輪筋が鍛えられるの、この横の部分に張りが出るのってちょっと心配になりますよね。ではですね、試しにこの目尻に人差し指を置いてみてください。この状態でウインク、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 ちょっと交互にやってみましょう。ウインク、ウインク、ウインク、ウインク。どうですか？ウインク、これ分かります？ピクピクなんか指に感じますよね。これ何なんでしょうね。実は筋肉が動いてるのが伝わってるんですよ。はい、ウインク、ウインク。はい、指に感じますね、筋肉の動きがね。これを繰り返してると、ここに厚みが出てくるんです。厚みが出てくるとどうなるかというと、目尻が上がります。で、あの年齢とともにですね、このこめかみの脂肪も減ってきますよね。で、ここのこめかみの脂肪減ってきて、ここへこんでくるんですね。で、このへこみを気にされる方が多いんですけども、ここに脂肪をつける方法ありますかってね、聞かれることもあるんですけども、それは無理です。ここにピンポイントで脂肪をつけることはできません。そしてたくさん食べたとしても、お肉がつくのはこの辺りばっかりで、ここにはつきません。はい、年齢重ねるとどうしてもそうなりますからね。じゃあどうしたらいいのかということなんですけど、はい、今指を目尻に置きました。はい、ウインクしてみてください。ウインク、ウインク。はい、この指を少しもうちょっとこめかみに向かって置いてみましょう。どうですか？ウインクしてみて、ここも動いてますよね。この眼輪筋って結構こめかみの部分までカバーしてるんですね。ですのでね、このウインク運動してると目尻も上がるし、こめかみもふっくらしてくることがとても多いんです。一石二鳥なんですね、このウインク運動ですね。目安はですね、100回右左1として、1,2,3,4,5という感じで100回ぜひやってみてください。1週間も続けたらですね、なんかこう張りが出てきたかなっていうのを感じると思うんです。先ほどの頬を上げるトレーニングと、このウインクですね、これも毎日頑張ってみてください。はい、それでは3番目のポイント、口角ですね。ちょっとこちらの写真は少し笑顔を作ってますけども、笑顔を作らない状態でチェックしてみましょうか。鏡も出していただいて、で、この端っこちょっと見てくださいね。端っこ2ミリの角度、少し上に向いているか、それとも水平か、それとも下がっているかですね。で、この端っこを上げる方法があります。それはですね、笑顔を作ったままある言葉を言います。下の概要欄ね、動画の概要欄にも書いておきますけども、北原白秋さんのですね、五十音の歌、よくアナウンサーさんとかですね、役者さんがですね、滑舌を良くするための訓練法としてよく取り入れられている教材なんですね。これすごくよくできてましてですね、あのこれを繰り返していると、もうもちろん言葉も話しやすくなるのはもちろんなんですけども、若見えの観点で言うとですね、口元に笑顔をたたえたままいろんな言葉を話すことができるというね、これを訓練してるとすごく人から見た時の印象がすごく良くなるんですよ。やっぱりこうコミュニケーション取る時っていうとは必ずこう話をしますよね。で、顔と顔を合わせて話をするんですけども、こういう訓練を普段してないと、無意識にですね、こう口角を下げたまま話してみたりとか、口が斜めになったまま話してたり、これも全部無意識なんですね。で、そうするとですね、やはり印象がね、あんまり良くなかったりするんですけども、常に笑顔でいろんな言葉をこうね、話すとき、この訓練をしてるとですね、どんな言葉でも話すときでも、いろんな組み合わせ、その中でいつも常に口角があった状態を維持できるんですね。で、今私の話してる状態もそうなんですけども、口角を上げたままずっと話してますね。これができるようになるんです。で、表情筋トレーニングっていうのはもちろん顔ダンスだけではなくて、いろいろどこでもあるんですけども、私が提唱している顔ダンスですね、このメソッドの大きなポイントはですね、この口角トレーニングを取り入れているということですね。顔自体を若くするためには、まあ、どんな表情筋トレーニングでもいいんですけども、話すときに口角を上げたまますごく若々しくいい印象で話す、プラス普段の口元がですね、笑ってない口元もちょっと口角上がってて、真顔をしててもこう若々しい印象になるというのがですね、この口角トレーニング、これを取り入れていることによって効果が出てくるんですね。これで、これは本当に私も欠かしません。毎日やってます。アメンボ、アカイナ、アユヨってやってますからね。
それではですね、一緒にやってみましょう。できればこうね、覚えていただくのが一番いいですね。これまず大事なポイントですね。笑顔ですけども、先ほどのなのいうえを頬を上げるための代用の方法ありましたね。それほど笑顔じゃなくていいんですね。少なくともちょっとこう笑った感じ、微笑み程度でいいです。笑顔作って一緒に行きましょう。アメンボアカイナアイウエオ、浮きもに小エビも泳いでる。はい、この時のポイントはですね、アメは口角上げやすいですね。でもうんの時にうんって下げないように、こうんの時もうん、ボボの時もボではなくてボ。はい、ゆっくりいきますよ。アメンボアカイナアイウエオ、こんな感じで全ての言葉いきますよ。はい、次はですね、浮きもに小エビも泳いでる。必ず全て口角上げてくださいね。はい、柿の木栗の木かきくけこ、キツツキコツコツ枯れけやき、ささげに巣をかけさしすせそ、その魚浅瀬で刺しました、立ちましょうラッパで立ちつてと。それでは最初から一緒にいきましょうね。アメンボアカイナアイウエオ、浮きもに小エビも泳いでる、柿の木栗の木かきくけこ、キツツキコツコツ枯れけやき、ささげに巣をかけ刺しすせそ、その魚浅瀬で刺しました、立ちましょうラッパで立ちつてと、とてとてたったと飛び立った、なめくじのろのろなにぬねの、何度にぬめって何ねばる、ハトポッポホロホロハヒフヘホ、日向のお部屋には笛を吹く、マイマイねじまきまみむめも、梅の実落ちても身もしまい、焼きぐりゆでぐりやいゆえよ、山田に火のつく酔いの家、大腸は寒かろラリルレロ、レンゲが咲いたらルリの鳥、ワイワイワッショイワイウエゴ、植木や井戸がえお祭りだ。最初はゆっくりでもいいですけれども、できたらそれぐらい早めに、最後のね、先ほどやったぐらいの速さでやるといいですよ。最初は口の形をしっかり確認しますよ。アメンボアカイナアイウエオ、ね、全部口角上がった。はい、そしたらちょっと早めに行きましょう。アメンボアカイナアイウエオ、ね、こんな感じで。なぜ早くね、鳴らさないといけないかというと、私たち話すとき早いですよね。それぐらいの言葉でも常に口角を上げれるようにするために、ある程度は速さが必要です。それではですね、今3つやっていきましたね。頬を上げる方法ですね、目尻に張りを与える方法、口角を上げる方法ですね。これ若宮3点セット、しっかり顔に作っていきましょう。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら、おきゃんママでした。